ベストセラーから学ぶ成功の秘訣こんにちは公認会計士が教えるお金の増やし方大全を書いたアッキーです。それでは今回はビジネス書ベストセラーを100冊読んで分かった成功の黄金率について解説していきます。 あなたは「シントピカル読書」という言葉を知っていますかシントピカル読書とは同じテーマで書かれた複数の本を読むことです。なぜそんなことをするのか一冊の本に書かれている情報は著者の偏見から逃れられないからです例えばテクノロジーに否定的な著者の本を読むとテクノロジーは悪と感じさせられます。 一方テクノロジーに肯定的なこの本の著者の堀本さんの本を読むとテクノロジーは素晴らしいと感じさせられますつまり一冊の本だけ読んで何かを論じると他人の意見に引っ張られてしまいますそうであればテクノロジー賛成派と反対派両方の本を読んだ方がいいですシントピカル読書のメリットはここにあります いろいろな立場の人が論じているものを合わせて読むことで自分の意見を醸成させることができますまた多角的な視点を組み合わせることで1冊では見えてこなかった答えが見えてくることもありますこの手法をビジネスに応用したのがこの本ですビジネス書には多くの成功法則が書かれていますしかしその中には似たようなものもあれば正反対のものもあります例えば血を吐くほど努力しろと結果 を出すすまでで日も休むのは同じ教えですが無理は絶対にしたらダメという教えとは矛盾しますこのように教えの共通点や相違点を考えることで本当にいい教えだけを抽出することが可能になりますこの本にはベストセラーになった「ビジネス書100冊」から「新トピカル読書」へ抽出した成功の黄金率が27個書かれています この動画ではそののの中から厳選ししてて6個の黄金率を解説していきますこの動画を見てためになった面白かったという人はいいねやコメントをください1個目理想の自分をイメージする多くの本に書いてあった成功の秘訣がありますそれは理想の自分を思い浮かべることですナポレオンヒルの「思考は現実化する」という本には次のように書いてあります 心の中で明確に思い浮かべることは全て現実のものになる。 これがこの世に働く現実の法則であるこれは要するに強い信念を持って頑張り続ければ必ずうまくいくってことですまたポイントは失敗を意識しないことです成功を意識することは大切ですが失敗を意識してしまうと本当に失敗してしまいます成功することだけを考えてそのための努力をしてくださいまた「夢を叶える像」という本ではこう書いてあります 勝手に想像してワクワクする考え始めたら楽しくて止まらなくなるのが夢であるこう書いてあります妄想レベルでもいいので夢をとにかく楽しく思い描くことが大切ですちなみに思考は現実化するでは目標を明確に張り紙に書いて毎朝毎晩読め 成功して自分が明確にイメージできるようになるまで死ぬほどイメトレしろそう書かれています夢を叶える像とは逆ですいずれにしても夢を思い描くことが大切です思い描き方は明確でも妄想でも OK です家に紙を貼って死ぬほどイメトレするパターンか楽しく妄想をするパターンか好きな方を試してくださいさらに「神メンタル」という本では パソコンのパスワードを自分の目標に変更することを強く進めています。もし年収1000万円を達成するのが夢なのであれば、パスワードを年収1000万に設定してください。必然的に毎日入力することになるため、目標が強く頭に刻み込まれます。これが夢を思い描くことにつながります。ぜひやってみてください。 2個目、スケジュール管理のコツ。時間術はビジネス書における一大トピックです。アーノルド・ベネットの自分の時間という100年以上前に書かれた古典では、ほとんどの人は自分の時間をきちんと使えていないと警笛を鳴らしています。では、24時間をちゃんと使うためにはどうすればいいのか。それは、1日のうち16時間を充実させることです。 多くの人は1日のうち8時間を仕事に費やしていますそのため残った16時間をどれだけ充実させれるかが時間術の大きなポイントですこの16時間は本を読んだり英会話の勉強をしたり気になったことを調べるなど自分の心と体を成長させるために使ってください 一方、堀江貴文さんは本で自分の時間を切り売りするなと書いています通勤に1時間かけて8時間を会社のパソコンの前で過ごし2時間を会議や商談に費やしてまた1時間かけて帰宅をするこのような生活はアルバイトと同じで時間を切り売りしていることになります16時間の使い方を見直しつつも働いている8時間が 本当に割に合っているものかどうかしっかりと考える必要があります堀江さん曰く他人のせいで時間が奪われている状態は生きながら猛獣にゆっくりと食い殺されているそれと同じと言っています では他人に時間を奪われないためにはどうすればいいのかそれを教えてくれるのが Google のエンジニアが書いた時間術大全という本ですこの本にはこう書かれています優先順位の低い約束から逃れるにはそもそも最初から受けないのが一番 こう書かれています人の言うことに思考停止で従い続けていると不本意なスケジュールになってしまい自分のやりたいことに集中できなくなります。これでは理想の生活を送っているとは言えないです。そのため出る必要のない会議など優先順位の低い仕事ははっきりとノーと断るようにしてください。3個目成功者の真似をする ビジネス書で多く書かれていることがあります。それは成功者の真似をすれば成功できることです。例えば、成功者がしている100の習慣という本には、成功する人はモデルから学ぼうとし、成功しない人は成功者を真似しようとしない、こう書いてあります。 誰かが成功した方法を真似すれば必ず成功できるとは言えませんが成功への近道になることは間違いないですむしろ完全にゼロの状態からビジネスを始めることはできないです あなたがやろうとしていることはすでに他の誰かが必ずやっています大切なのは成功した事例からいいところだけを抽出してそれを真似して自分なりにアレンジしていくことですまた他者の失敗経験もプラスに変えることができますすでに誰かが失敗した事例を避けることで同じ失敗を避けられるようになりますではどのようにして真似をする成功者を選べばいいのか ポイントは成功しているメンターを1人選んでその人から徹底的に学ぶことです複数人から学ぼうとすると様々な方面から異なる意見を言われる可能性があり混乱してしまいますそのため参考にするメンターを1人だけ選びその人から徹底的に学ぶことが大切です 億を稼ぐ人の考え方という本を書いた中野さんは手取り23万円のうち15万円を自己投資に使っていたそうですこれだけのお金や時間をかけて徹底的に一人のメンターを真似した結果中野さんは1億円を稼げるようになりました成功者を真似て自己投資は惜しまないようにしてください4個目インプットとアウトプットの黄金比 知的な労働では必ずインプットとアウトプットの両方が必要になりますではインプットとアウトプットのバランスをどのくらいに設定すればいいのか樺沢志恩先生の学びを結果に変えるアウトプット大全という本によるとインプットとアウトプットの黄金比は3対7とあります現代人の多くはインプットが過剰で常にアウトプットが不足しています インプットとアウトプットの黄金比は3対7のためアウトプットしている時間はインプットの2倍以上取るように意識することが大切ですただしこれは知識を暗記するために適した比率ですブログや YouTube の動画などコンテンツを作るときは適さないです 例えば田中寛信さんの読みたいことを書けばいいという本によるといい文章が書きたいなら調べることにほとんど全ての時間を使う方がいいと書いてありますまたジェームズ・ヤングのアイディアの作り方には最初の資料を集める段階が最も大切と書いてありますこのようにコンテンツを作ったりアイディアを生み出したりするにはインプットが大切であり多くの時間をかける必要があります したがって丸暗記がしたいならインプットとアウトプットの黄金比は3対7創作やアイデアを生み出したいならほぼ全部の時間をインプットに当てるようにしてください目的に応じてインプットとアウトプットの比率をコントロールすることが大切です5個目一つのことをやり続ける石の上にも3年ということわざはよく言われます一つのことを信念を持ってやり続けろという教えは 多くの本に見られます代表的なのはアンジェラ・ダックワースの「やり抜く力」という本ですこの本には心理学の研究者による興味深い調査結果が書かれていてベストセラーになりました著者はアメリカ軍のハードな訓練に耐えきれるのはどんな人かを調査し才能や適性はほとんど重要ではないという驚きの結論にたどり着きましたそこで重要だったのはやり抜く力です 決して諦めずに最後まで食らいつこうとする性質が成功のために大切です。また思考は現実化するには信念を持って執着すれば不可能を可能にすることができるそう書いてあります。 実際自動車メーカー創業者のヘンリー・フォードは理論的に開発不可能なシリンダーエンジンを長い時間をかけて完成させて大成功を収めましたまた1日1話読めば心が熱くなる365人の仕事の教科書によると日本電産の創業者永森会長も同様の考え方をしていました 日本電産は当時技術的に困難な製品の開発においてもできるを100回唱えることで本当にできる雰囲気を作り技術を磨き上げたそうですこれらの事例から学べるのは自分を信じて最後までやり抜くことの大切さです少しの挫折や失敗でくじけずに目標が達成できるまでコツコツとやり続けてください 6個目「運がいい」というジェリーミンチントンの「うまくいっている人の考え方」という本によると自分が置かれている状況をプラスに解釈すれば楽しい結果が得られる可能性が高くなるそう書いてあります要するに物事をプラスに考えれば起こったことのいい側面を見るようになるため人生を楽しめるようになるってことです夢を叶える像にも同様のことが書いてあります ここでの主張はまず嘘でもいいから運がいいと思うことが大切ってことです例えば登山に出かけて突然雨が降ってきた時ここで運がいいと考える癖がついている人は山の天気は変わりやすいことが分かった勉強になったから運がいいそう考えて次回から雨具を持ってくるようになります 一方、運が悪いと考える癖がついている人は雨が降るなんて運が悪い、そう考えるだけで何も学ばないです。 このように運がいいと考える癖がついていると成功だけでなく失敗や不運な事態からも多くの学びや気づきを得ることができますでは運がいいと考える癖をつけるにはどうしたらいいのか王道なのは口に出して言うことですこれは夢を叶える像や神メンタルにも書かれています朝の支度をしている間ずっとついていると繰り返して言い続けてください これだだけで運ががいいいいいと考える癖が身についてていてきます日頃からトライしてみてください最後に現代っていうのは変化が激しくて予想が困難な時代ですそんな時代を生き抜くための大切な知識がビジネス書には書かれていますこの本の引用となっている本はほとんどが10万部以上売れたベストセラー本です多くの人に認められてこの世の中の中で最も正解に近いと言っても過言ではないです この本に書いてあるテクニックやノウハウは激動の時代を生き抜くための武器になります。ぜひ活用して人生の助けにしてみてください。今回の解説が勉強になった、モチベーションが上がったという人は、いいねやコメントをください。本日もご覧いただきありがとうございます。ぜひ次の動画でお会いしましょう。